これぐらいかな。これぐらいの、まあ、これぐらいのボリュームバランスでしょうかね。ということで、はい、でここに、さっきのあれですね、iPad の演奏をかましますで、さっきはあのちょっとベースを私が弾いてなかったんで、わざとあのウッドベースの音色を弾いてたんですけど、当然あのここではあの除外します。まあちょっとこれでじゃあベースラインを、そうやな、まあ最初入れて、でそっからそのソロをね、あの即興で演奏っていうのもちょっと入れてみようかなと思ってます。まあ大体そうやな、8リピートぐらいにしとくか。では参りましょうかね。いきます。BPM やから、まあ、かなりねちょっと早い感じのね、まあ、尺の都合なんですけどまあ今日はこんな感じでね、ジャズっぽい感じの、演奏っていうのをやらせてもらいましたということで、いかがでございましたでしょうか。はい、で、まあ、あのこんな感じで、まあ、あの今日はね、あのたまたまあれ3連休の中日かしてないんで、あ、せい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 、今日はあれですね、もうすぐね日本一がね決まるかどうかっていうことでね、まあ、某ね、有名球団が、ね、今頃多分頑張ってはるところっていうのもあると思うんですけどね、まあ、そんな中ねご覧いただきましてありがとうございましたということで、はい、でいかがでございましたでしょうか。またね、コメントとかご感想もね、まあ、この配信後もねできますのでということで、はい、お付き合いいただきまして本当にありがとうございましたということで、はい、というわけで今日はこんなところにしておきたいと思います。ではご視聴ありがとうございました。失礼します。